前列左から、いおき良造、犬飼い武士、遠山三つる、小島和夫よき良造昭和12年6月14日は、日本の国水衆議者。配合は標定。いお国温泉郡小坂村新場所の生まれ。明治18年松山県立医学校に入学した。明治20年大阪に出て、 今橋の町医者のもとに寄附し、医務手伝いの傍ら勉学に励み、19歳で医術会業の免許を得たが、その心は、山よ家さんより国を癒すの至らんとするものであった。明治22年上京して、旧藩主旧将家の設立になる、東京学生寮でドイツ語の研究に先進し、正岡式と文学を論じ、式から、俳句の指導を受けた。 明治23年長兵に合格し、陸軍看護長に採用され、青山のこの湯連隊に入園し、明治25年まで軍隊生活を送った。日清戦争で、明治27年6月、第五師団に従って出征し、失明、大骨棒で、従軍日記を日本に1年間連載した。帰国後、明治十八年、日本に入社し、陸活難と活躍し、 明治29年、この八つ丸を要して国民同盟会を結成し、中国の保全を主張した。八丸の下で東洋を発行し、対アジア対策を明らかにした。明治34年、日本編集長となって対外公派として論を展開し、明治36年退社し、桜田クラブ同人として対路同士会に力を尽くし、 明治37年の日露戦争開戦に影響させた。明治38年9月5日、日露講和条約議定書の調印に対して、東京日比谷に国民大会を開き、講和条件不服、条約破棄の世論を呼び起こした。大正2年、内田良平その他と大衆連合会を起こし、大正3年国民議会を結成し、大正4年、 大熊内閣の密命を受けて、満州に入り、昭和4年生教社に入って、日本および日本人を主催した。ありがとうございます。